トラック競技再開です。女子 200m 競走決勝です。予選準決勝を勝ち抜きました出場の選手、内側からご紹介いたします。第2レーン、中川真希さん、日本体育大学茨城。第3レーン、高橋優希さん、昌平高校埼玉。第4レーン、木田奈々子さん、東海大学神奈川。第5レーン、奥村ゆりさん、青山学院大学群馬。第6レーンを挙げて、第7レーン、濱田舞さん、立教大学埼玉。8レーン、9レーンを挙げます。以上5名によりまして、女子 200m 競走決勝です。出発いたしました。女子 200m 競走決勝です。日本記録は22秒88、大会記録23秒91です。さあ3名が欠場、5名が出場しております。さあ緑のユニフォームは青山県大学群馬の奥村さん、そして一番大学名は東海大学の皆さん、青山県大学の皆さん、先頭は青山学院大学奥村さん。フィニッシュタイマーは24秒94で止まっております。大体 2.1m。 さあ尾形コーチはご覧ください。リプレイです。スタートから先頭を行きました青山学院大学の奥村さんがそのままで先頭でフィニッシュ。さあ2番以降はどうだったでしょうか。結果を待ちましょう。